1-77はイギリスの自動車メーカーアストン・マーティンが大数限定で製造・販売したスーパーカーである。2008年のモンディアルドロ・オートモビルで77台限定のアストン・マーティンのフラッグシップモデル1-77の開発が発表され、ほとんどがベールに覆われたモックアップモデルが展示された。翌二千九年三月のサロン・アンテルナショナルド。 ロトには1-77の写真ナンバー1が出展され、同年4月に行われたコンクールでレガンスでは、インテリアおよびパワートレインが完成された市販モデルが公開された。2010年9月には、アストン・マーティンより生産段階に入ったことが発表され、デリバリーは2011年初頭頃に開始された。2012年4月末に全77台が完売した。 ドバイでは、警察車両として使用されている。エンジンは、DB9、DBSV12 及び、V12 バンテージに搭載される6リットルエンジンを、ベースとし、コスワースと共同開発された7.3リットル V 型中に、気筒の自然吸気エンジンが搭載される。ドライサンプ方式が取られており、他の V12 エンジン搭載のアストン・マーティンモデルよりも、 エンジン搭載位置を 100mm 低くしている。また、エンジン搭載位置は、全車軸よりも 257mm 広報となっており、フロントミッドシップレイアウトとなる。開発当初は 700HP の最高出力と、ベースとなるエンジンから10%の小型化が目標とされたが、最高出力は、目標値を上回る 750HP となり、 エンジンのサイズは25%小型化された。また、このエンジンのスペックは市販車用なエンジンとしては最高となる。トランスミッションには新開発の6足 AMT が採用され、パドルシフトで手動変速が行われる。車種はマルチマチックとの共同開発のカーボンモノコック構造をとっており、アルミニウムパネルが組み合わせられている。サスペンションは、 前後ともバネとショックアブソーバーを水平に配したダブルウィッシュボーン式のインボードサスペンションが採用される。ショックアブソーバーには調節可能な DSSV システムが採用される。タイヤはピレリによって専用開発されたフロント 255-35ZR20、リア 35-30ZR20 の P0 コルサタイヤが装着され、ブレーキには カーボンセラミックブレーキが採用される。0時速 96km 加速は3.5秒。最高速は時速 322km と交渉され、2009年12月に行われた開発テストでは最高速時速 354.86km を記録している。ありがとうございます。